なんか座禅とかそういう感じにしたかった。淑女成長してるな。ん、どうした、なんか急に成長してるな。マヨネーズの16歳の誕生日知らねえよ。お前なんか知らねえよ。使わねえよマヨネーズなんて。注目選手来い。うわ、ちょっと待って、ここに来てちょっと待ってくれ。なんでちょっと待って、は、え、なにこいつら、なんでこいつらなの。決勝の注目選手パプー風岡、パプー風岡筋肉この辺りでしょうが。いらねえパプー風岡筋肉、もうどうしよう。んー、せめて泥棒、いや能力でいうと特殊層が高いけど、高いっていうか、まあ、うっとうしい。もう特殊層頑張れ。はあ、しかも泥棒も調子悪いしな、なんかよくわかんないけど。相手のピッチャーの右左によっては泥棒の途中交代あるな。うわぁ、いや僕は今自分が悲惨な状態ですよ。なかなか注目選手がなんでこいつらやねんっていう。ここに来てなんかこう天が味方してない感じがするな。モリリンあげとくか。でモリリンとハズキくんはくっつけとこ、一応なんか二人で一つみたいなとこあるし。青春アミーゴ27点、こっちって27点取れるんだ。コールドにならないんだ。この試合勝てばそうですね、甲子園ですね。逆に負けるとこうね、春の大会と違って決勝勝たないと絶対いけないですからね。この決勝戦までやってきました。甲子園への切符をかけた決勝戦の模様をお送りいたします。一塁側フェニックス、江ノ島水産、しょっちゅう水族館行ってるんだろうな。わー、 A だ、そりゃそうだなと思ったけど A だ。みっちゃん、風岡を甲子園連れてって。君は選手側だよ、みなみちゃんのポジションじゃないんだよ。呼吸を止めて1秒あなた真剣な、わ強目をしたから、そっから、わ強、もう何こいつ、控えめに言って死んでくれ。星屑ロンリネス、人愛す人のデレテレテレレテ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 レ、あ弱い、デレデレレー、控え弱えな、控え、あでもこいつ強いな、え強い、マジで何こいつら、マジで。うわきついの。ノーアウトでランナー出てるってことはもうあれかな、もう高校野球の基本も送りバントにしたかったけど、バントが1ならやめましょうかね。エンドランか転がせだな。まずちょっとエンドラン。あぶね、警戒されてる。エンドラン4になったな。あ、4だ、あ、もともと4か。よしよしよし。お、入ってる入ってる、点が、点が入っとるがな。しかもここもチャンス。もう一回エンドランやってくれ、なんか味を締めてしまったな。おー、いいぞ。ただエンドランはできなくなったな。究極の思考掴む、早いから。なんかすごい音立ててるもん、相手のボール音良すぎるよ。
あ、これは無理だ。あんなのはさすがに弱小でも取れる。ランナー二塁三塁残塁。2回が終了しまして2対0、フェニックスこの回無得点です。フェニックスリードで待って、ノーアウト一塁か。ここバントでいいな。バント5だからもう高校野球らしいことな。牽制球されたら絶対こうもう一回作戦選び直しになるんで、いってくれ。よしよし、ナイスバント。風岡くんが魔物ではない。ラッキーボーイ。2ストライクまで強振で、ちょっとここは一つ牽制よくしてくるのこいつ。これは無理か。魔物出てないね。魔物の出が悪い。ちょっとあーちょっと上がりすぎてるっていうか、普通に真正面いろんな意味でよろしくない。2点はちょっと絶対やばいよ。2点ぐらいだったら簡単に取られるからね相手。お魔物お使っとくかも。使うべ。取れるときに取っとく。もうな、片道のエンジンだけでな戦う。そんな戦法にしていきたいでござんすね。おしゃ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 し。やるなら今しかねえ。ここだよここ。分かってるな、ガスマスク。お前のガスマスクは何のためにある。見せろガスマスクの力。気持ちいい。オッケー、よし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 。ここも犠牲フライでちょっと2ストライクまで強振で、あわよくばホームランに。簡単に2ストライクになりやがったこんなに簡単に2ストライクになるとは。うわこれ、ま、あー無理か。おお、なんでや。魔物パワーヒッターが、これなんか強振案件が増えてきたな。ちょっともうエンドランで、え、ちょっとこれはエンドランの悪いとか出てしまった。そう、これはもうちょっと弱腰。あ、別にお任せよりも流し打ちの方が高いな。あれ、なんか魔物死んだ。いや、まだ死んでないな。魔物は生きている。風岡君まだそこにいたのか。パプーの走塁妨害になるところだと。よし、ここはもうさっきああいうことがあったけど、攻めの姿勢でエンドランじゃ。ああ、そこ魔物来てほしかったな。まだ4点じゃダメだ。4点じゃダメだぞ。まだ4点なんか簡単に返されるから、こいつらに。一般会員投手で能力出てないってことは魔物かな。一般会員に打席踏ましたいな。ちょっとこの回投げてほしいな。せめてそっから変えたい。
よしよし、いいぞ。ゲツゲツ。これを取れる。うまい。お、一人出れば一般会に打席が回るな。本当にその通りだ。本当に一人しか出なかったんだっていう感じだけど。地方球場の魔物も顔を覗かせそうな場面です。ここで代打でもいいんだよな別に。でも一般会な、絶好調だからな。なあ、一般会以上の投手はいねえうちに。うちのダルビッシュなんだよこいつは。誰が何と言おうと粉状のダルビッシュだからこいつは。抜けろ魔物。魔物仕事しろ。いや4点まだ。いや一般会員は粉状のダルビッシュだね。誰が何と言おうと、誰が何と言おうとこいつはもう俺の中でダルビッシュになっちまった。フェリックスここで伝令を送りました。いやマジでさっきの魔物は、まあ、魔物がいくらっても一般会の打撃能力は本当にな、その辺の子だから。歌トレは今まで何度も成功してきた。信じろ歌トレを。世間でどんだけ歌トレの評価が低かったとしても一般会員には一番合ってる作戦なんじゃ。外角の方が高い時は素直に外角にします。これもまだそこまで絶対の信頼を置いてるわけではない。スリーボールになったら歌取りにしよう。フォアボールや、うえ、よし取ってくれ。徳ちゃんナイス。後でアイス買ってあげるね。うわ、あと1個。うわ、普通に緊張する。え、高校球児ってこれの5万倍ぐらい緊張するんでしょ。よくやってるね彼ら。俺絶対できねえわ。いや普通に緊張するな俺。俺今特に何したらいいか分かんないけど。うわちょっとダメダメ。うわうわうわ、でもまだホームランでよかったと言うしかない。もう5分前。うわまだまだまだ、むしろ塁上にランナーがいないだけありがてえと思うしかねえ。スタミナ上げるやつばっかりだな。しぐれくんとかってなんで伝令に出てくんないのかな。なんかこの辺のなんか伝令に来てほしい子が伝令に来れない事情って何なの。投手能力上げるのおにぎりしかいないのか。スタミナよりも普通に投手能力上げてほしいんだよな。代打？あ、私は使ってないけど、大戸監督くんが使ったのかな、じゃあ。うん、私は使ってないっす。おにぎり出すか、じゃあ。フェリックス、今日2回目の伝令を送ります。監督からのメッセージがない。おにぎり、まさかこんなとこで。4番不調か。でも4番ってこいつめっちゃ強いねんな確か。あと1つ、いけ、よしよし、いける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 んや、勝ちたいんや、やった、勝った、うわ勝った、甲子園だ。あ、勝った、やった、まあ優勝って言っても甲子園出場が決定だから本当の優勝ではまだないんだけど。お互いね心を育てる聖地、歩み、この辺のふわりがもう全く分かんないね。神あれば行方を阻む、こんな俺の高校の校歌、行方を阻むなんちゃらって歌詞あったな本当に。あんまり高校の校歌とか具体的に覚えてないけど、そんな歌詞本当にあったような気がする。こんなセリフないけど。
水槽ふんどし女子高校。いや普通に嬉しいやったー。実況は私堂前秀夫でお伝えいたしました。はい、実況担当の人ありがとうございました。いやナイス実況でした。俺のなギャーギャーピーピー言ってるだけのと違って内容があった。いやーでも決勝いい試合だったんじゃないの、4対1って。うん、いや放送時間ちょうどいい。あーやったー。どうしよう、今日合宿だけあとやって終わろうか。あと一枠だけ。甲子園の試合は来週の放送でやりましょう。合宿だけやらして。ほんと今まで頑張ってきてよかった。あー嬉しい。だって去年の夏1回戦で負けてるからね、うち春の甲子園出た後に。